NT でございますと。 NT のザ・インタレスト・オブ・レーショナルズ、はい、合理主義者の興味は SJ の趣味とは正反対で、職人理想主義者とはかなり違うと、うん、アットスクール、学校でこのレーショナルズ、合理主義者は科学および数学の授業を選び、人文科学と商業を避けると。一部は道具を上手に使うので美術や工芸に手を出すこともあるが、特定な技術工芸に長く取り組んで実用的なスクリューを磨くことはほとんどないと。 NT の人々は幼い頃からテクノロジーに夢中になっていますが、モラル、道徳には興味を持たず、まあ、フランス語のモラル、式に向上にはほんの少ししか関心を抱かない、うん、一方彼らは新しいテクノロジーを自分のスキルに加えることに熱心に取り組みますが、テクニックを習得することに熱中しているわけではないと、うん、職業選択においては彼らがシステムと一緒に働くのが最適で、物資道具または人員と一緒に働くよりもシステムと一緒に働くのが向いている、うんうん、システムへの興味を詳しく見ることで合理主義者をより理解することができるでしょうというところで、エデュケーショナルインタレストインサイエンス、科学への教育への興味、まあ、なんとなく受け取ってください、はいはい、合理主義者を学校で非科学の情報を学ばせることは難しい、うん、急がば回れだよなんだよそれって、うん、はい、まあ、道徳とかじゃないですか、道徳とかね、はいはい、迷信とかね、とか、まあ、モチベーション上げる人の心とか、はい、事務的な作業やメンテナンス作業を行わせることはさらに難しいと。昔は合理主義者が部族の呪術師で自然を自分たちの意思に従わせようとしましたと、うんうん、なるほどね、うん、後に中世では賢者の意思を求める錬金術師でした、うん、なるほどね、はい、今日ほとんどの小中学校で主に、事務作業を行うカリキュラムは、 NT 型の人々にとって退屈であるのはシンプルにカリキュラムが合理主義者には合ってないからです、うん、彼らの本質的な好奇心を刺激するのはテクノロジーですかね、この科学っていうのは、はい、の仕事、論理的な調査、批判的な実験、数学的な説明ですと。これによって彼らは生涯にわたる学習に取り組み没頭することができます。合理主義者はアーティザンのような機能への欲望よりも自然法を発見する欲望を持っており、つまりフランシス・ベーコンが絶対的な現実性の法則と決定と考えたものを自然の中に見出す不屈の意欲があります。与えられた自然の本質を発見することは人間の知識の仕事と目的であり、それを調査し発見し説明することは知識と操作の基盤でありますと、うん、はい、なるほど、神のおぼし飯だじゃないんですね神のおぼし飯だは僕も思わないですよね神様って完璧じゃんではないってことですもんね、はい、どんなここに、はい、意味があるのか、意味じゃなくて法則があるのか、法則があるのかです、はい、で僕はその法則を使う方に夢中なんですよ、はい、全く違いますもんね、はいはい、で合理主義者の自然の仕組みを知りたいっていう欲望は彼らにとって本当に終わることはありませんと、はい、90代になってもそれに達する幸福を得られた場合 NT 型の人々はまだ本を勉強し世界のパターンを観察し実験を設計し、若い頃に興味を持った科学に関して何でも学ぶことを続けていますと。もう本当に興味が全く違うんですよね、はい、うんうん、なんかね、カーシの本が一番このタイプの湧き方がしっくりきています、はいはいはい、教室を見ているようです、はいはい、だとやっぱりこの学校って苦しいとこなんだなっていうのは、うん、全員興味が違うんですもんね。でも、はい、一つの教室に入れられて、はい、そこで成績をつけられるわけじゃないですか、はい、それは NF が苦しいだけじゃないですかなるほど、はい、
まあ、人に向いてるんでそこで比較が始まったりすると苦しくなったりするわけですよね。僕できなかったもん。できなくても関係ないじゃないですか。いやで成績つけられてさっていうのが NF で、昔は先生が子供をバカ呼ばわりするんですよね、はい、お前はできんみたいな、はい、そうするとそこからできん子の人生が始まるんですよ、はい、お前そういうのを考えたことないのかとかって思いません？っていうのがまあ NF っぽいんじゃないですかって、ね、人からのイメージとかを変えるべきだ、学校教育を変えるべきだって、ね、その人の印象とかを気にするわけじゃないですか。申し訳ございません。で NT の人だったら、まあ、そんなことよりも数学勉強してればいいみたいな感じになりそうじゃないですか。 NT の子たちも救わねばって思うんですよ。救わねばって別に傷つかないって話じゃないですか。得意のことやってるならいいです。得意なことをやってるっていう、はい、SJ はルールの自己目的化が好物かな、まあうん、分かんないですけどね。環境を整えたいんですよね、はい、でその環境が絶対だと思ってるって感じじゃないですか、作った環境NF の事実を考えないで無理やり意味のない公平性を保とうとするところが嫌い、話ができないと、はい、あ僕のこういうとこですね、うんうんうん、話ができないって言われると、はい、それもまた違うだろうって思うんですけどね、はい、話さないだけだろうって、うん、まあいいですごめんなさい、はいはい、まあ人それぞれ目的があるって話ですよね。はいはい、はい、太郎ちゃんごきげんよう。ごきげんよう。 SJ の考え方では個人の幸福ばかり追求するあまり他人の幸福を阻害するのは許されるべきではないという考えからルールを重要視するのではないでしょうかと。多分そうだと思います。あ、はいはいはい、まあ、一定のルールは必要ですよね。一定のルールは必要です。でもそういうルールを作りたいと思ってる、はい、でもそのルールは柔軟であるべきとは思いますよね。そうすると、はい、もう分かんなくなるからじゃないですか。ちょっと分かんなくなりますよね、はい、これは認めるべきか認めないべきかが分かんなくなるから、はい、もうだったらもうルールにしちゃえみたいな話じゃないですか。ちょっとバレないようにすればいいやっていうのが、はい、僕の中でも体調みたいにあります、はい、でそうすると、はい、って話ですよねSJ 的にはじゃあどこまで破っていいのかみたいなルール作りましょうよ、はい、じゃないですか。同じ物差しでそれぞれを測ろうとしないのは受け入れられませんと、うん、受け入れませんって NT の人が、はい、うん、でもこれ SJ も言いそうですけどね、物差しを作ろうとするはいはいはい、はい、いやでも物差しで苦しくなるならさとはちょっと思うんですよね。で物差しがないと苦しくなる人がいるっていう、そこどうしますかって話ですよね。あとは折衷案ですよ話し合いましょうってはい、はい、で話ができないって言われると、はい、ちょっともやりませんそれ。その、はい、それを受け入れられるかどうかですよね。SJ と NT だとすると、はい、まあ、NF 的に見たらそんな折衷案でいいじゃんって思うって話ですよね、うん、だけど SJ と NT にからしてみたら、はい、そんな妥協は許されないみたいなそんな正しくないじゃんみたいなのがお互いに持ってると、はい、さあどうしましょうみたいな。そうするとなんかもっと大きくなろうはい、っていう話じゃないですか。っていうまたそのなんか話し合いってどうしてもケンケンガクガクするじゃないですか、はい、もうなんか嫌なんですよねそういうのが。はい、まあ僕も嫌ですよ。もっとおおらかにいこうよって思うんですよ、はい、僕も思いますよはい、はい、これがタイプの話ですね。はい、カーシーが言ってるやつですもんね。これがカーシーが言ってるやつですね、はいはい、だからすごいしっくりくるんですよこれが、はいはいはい、この分け方がその NF の気持ちがすごいしっくりきてる感じですよね。めっちゃわかるんですよ、はい、はい、で多分このこうやってあの篠宮さんが言ってくれると、はい、NT の物差しの大事だよって言ってるのと、はいはい、SJ のルールっていうのと、まあ、そう物差しが違うんですもんね。 SP のなんか別にどうでもいいや、はい、こっちで好きにやりますわって、はいはい、いうのもなんか見えてくる、はい、行動してますもんねそういう、うんうん、はい。